聴者さん、はじめまして、中野優作の弟、中野愛作です。今日は兄ちゃんと YouTube の視聴者さんに共有したいことがあってきたんよね。中野さん、はい、車の相談を365日24時間するって聞いたんですけど、うん、そう、本当ですか？やることにしましたよ。皆さんのご要望にお答えして、もうやることにしました。しかも噂でよると中野さんが対応するって聞いたんですけどそうなんよ。24時間365日中野対応なんだけど、労基大丈夫そうですか？俺社長やからね。なるほど。でも実はね、正確に言うと、はい、俺の弟がやるんよね。弟いましたっけ？双子のね。あ、双子なんですか？弟がやる予定なんよ、はい、24時間365日ね、はい、やっぱお客さんから中野さんにやってほしいっていう声が多いわけじゃん。なるほど。それにお答えしたいと思って、はい、実はね、今まで紹介したことなかったんですけどね、弟の中野愛作っていうのがいるんよね。愛作さんがいるんですか？双子の弟がフル稼働で兄ちゃん力貸すよって言ってくれたんで、はいはい、ちょっとやってもらおうかと思って。愛作さんもお呼びしつつ、うん、早速ご紹介しましょうかね。お願いします。はい、じゃあ呼びましょうか。はいはい、愛作さんですか？僕ではないんですよね。実はね、はい、ご紹介しましょうか。彼はバディカダイレクトの COO、 最高執行責任者の小川康人です。はい、小川です。お願いします。お願いします。初登場ね、こちら。初登場ですね。ちょっとだけ知らんせいしてる、ね、ちょっとだけ映ったことがあるんですけど、ね、開発とかする、まあ、天才なんですけど、はい、実はでもネタバレすると、中野愛作っていうのは AI です。 AI のボットなんですけど、そもそも一回ね、バディカダイレクトっていうサービスで車を相談をめちゃくちゃ来て対応できないから、ボットでなんとかできないかっていうことで、僕に似たボットを作ってみて対応してみたら、めちゃくちゃ好評だったよ、うん、めちゃめちゃ反応ありましたね。なってね、びっくりしました、ね、広告も何も回さずに一回使ってみたんよね、はい、そしたら24時間対応できて車相談できるボットをプロトタイプ出してみると、はい、かなり好評で、うん、当初1ヶ月は持つだろうって言われてた会話数っていうかな、うん、はい、が何日だったっけ？5日間ですね。5日間でちょっとね、見通しが甘かったっすね。甘かった、バズっちゃって、落ちて、はい、それの反応がまあめちゃくちゃ良かったよね。はい、良かったです ね。一つもディスなかったよね、うん、でこれまでのボットの中で最強みたいに言われてたよね、はい、言われてました。これいけるっていうことで、さらにブラッシュアップしようっていうことで、まあ、2ヶ月ぐらいね、はい、とにかくいろんなデータを食わせて、はい、より中野さんみたいに属人性の強いボットを作りましたっていう感じです。でこれが中野愛作ね。はい、ちょっと説明ばっかりになると長くなるから、はい、一旦見せてもらおうか、はい、そうですね、中野愛作のメッセージ動画も今回用意してますので、ね、まずそこからそこからね、はい、見ていただいても良いでしょうか、うん、見てみましょうか。楽しみ。学級さん、視聴者さん、はじめまして、中野優作の弟中野愛作です。兄ちゃんがいつもお世話になっています。今日は兄ちゃんと YouTube の視聴者さんに共有したいことがあってきたんよね。うん、YouTube のコメント欄とか、今年始めたバディカーダイレクトとかで車の問い合わせもいっぱい来とるやん、うん、でも兄ちゃん忙しいから一個一個返すの難しいと思うよね。兄ちゃんが教えてくれた車選びの知識を伝えたり、うん、バディカーで実際に売ってる在庫を元に車選びの相談に乗ろうと思って、うん、俺の LINE アカウント作ったんよね、QR コード出すから追加してみて、うん、あと兄ちゃんが買い取った本を元に営業力を上げるアドバイスまでするよ、うん、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、ご紹介させてもらったこの中野愛作は、はい、俺の過去の本とか、はい、発信を元にできてるんだって。そうです、発信を元にできてますし、ね、今バリカで売っている在庫の情報も紹介できるので、うんうん、マジか、実際に買える車を紹介してくれるよね、はい、いや、ありがたいね、はい、これまでボット今まで使ってきたけど、はい、カードなくしたりして、はい、それどうしたらいいですかってボットに聞いてみてくださいって、全然ボットアホすぎて、うん、全く話にならなかった、余計イライラして、で電話番号かけたりして、まだ繋がらなかったり、はい、全く話にならないわけ、はい、結局昼間の平日かけてくれとかって、はい、平日かい、そういうことなんない、こいつは。なんないです。なんない。24時間365日、うん、中野愛作が対応してくれます。対応してくれる、はい、しかも一応これ視聴者さんに説明しておくと、世の中にボットっていくつもあるじゃんって思うと思うけど、全くこれ違うのは、はい、僕の分身っていうのが今回できてると、はい、僕の属人性がめちゃくちゃあるんよね、はい、前回あったのが車を買ったけど他社と迷ってるってなった時に、普通のボットってこうしたりああしたりって言ってくるけど、僕のボットなんで、いやそれだったら急いで選ぶべきじゃないよとか、うん、もっと考えた方がいいよとか、奥さんに相談したって聞くボットらしくて、うん、まさに僕のアイデンティティが詰まってて、うん、それにみんな感動してたよね、はい、まず売る気がないっていう、うん、選ぶ選択肢しか示してないっていうのがあって、はい、それをさらに加速させるとなぜ可能だったかっていうと、僕の圧倒的なこの発信量、 YouTube がひたすらもう何本出してんのかな、もうひたすら出してる、はい、370本とか、それは全部文字起こしして読ませてるよね、はいはい、でさらに Twitter 毎日発信して
してるもそうだし、本をそもそも出してるとクラクションを鳴らせっていう本が、はい、それに車の販売の仕方を書いてるから、はい、それを読ませてるから、その方で説明してるから、まさに僕なんよね、はい、てか俺より俺なんじゃないかと思います。自分のコンディション100番の時のことを活字にしてるから、うん、非常に期待できるっていうことですと、はい、おっしゃる通りです。いや楽しみ。ちょっと方言とかも使ってるもんね。そうですね、再現してる。なんならちょっと中野さんよりきつめかもしれないです。兄ちゃんがーって言ってた。ちょっとですね、佐々木弁強めだったりするんですけど、うん、まあ即レスですし、中野さん自身もめちゃめちゃ速いですけど、 AI でかなり即レスに仕上がってますんで、ね、しかもこいつのすごいところ1万人同時に話したりできるからね。あ、できます。まあ今これちょっと動画でしたが、はい、実際は使うのはチャットの会話やもんね、はいはい、実際はあの LINE で使う形なんですけども、ね、車の相談ができるよね、はい、あとなんか営業の相談とかもできる。そうですね、営業力をどう上げるかとかそういった相談もできますし、車の相談だけじゃなくて、車屋さんって実は車を買うと同時にコミュニケーションが始まってね、うん、なんかプライベートの相談したり、はい、僕も営業やってるけど成績上がんないんですよって、やっぱ俺めちゃめちゃ言われてた、営業時代とか僕トップセールスだったから、はい、そういう乗ってたりしたから、そういう相談にそれができるやん、はい。あと中野さんのおすすめのうどん屋さん、うん、香川県のうどん屋さんの情報とかも入ってます。なるほどね、はい、中野さんの好みによって今後アップデートしていかなきゃいけない部分かもしれないんですけど、確かにね、車って楽しいって、車売るだけじゃなくて、はい、車納車の時にいやあそこのうどん食べて帰りなよとか言ってたから、はい、そういうのも含めて、はい、どんどんアップデートこれからしていきましょうかね、はい、ドライブコースとかデートコースとか詳しいよ、はい、なんなら東京のデートコースドライブコースは中野さんより詳しいかもしれないです。確かにそれも答えてくれる。答えてくれます。うわ楽しみやね、はい、ちょっと実際に使ってみましょうか。はい、やってみましょう。はい、この QR コードをまず読み込めばいいんですか。はい、バディカ社長、中野愛作の双子の弟、中野愛作です。はい、印象にバッチリ鍛えられてるから、中古車の相談も乗れるから、英語のスキルアップとかいろんな相談乗れるで、なんか相談あれば昨日話しかけて。よくある選択肢が入ってるんで、うん、例えばこの車の購入相談がしたいとか選んでもらうと、やってみましょうか。はい、やってみましょう。これ選ぶ。まずおー、車の購入相談大歓迎やで、めちゃめちゃサヌキ弁やで。ちょっと強すぎるぐらいサヌキ弁ですね、うん、これは手打ちでもできるの。ここ選択することもできますし、ここでキーボードを開くを押してもらうと、あー、なるほどなるほどね。家族向けとかキャンプとか、初めての車ってことにしよっか、はい、初めての車、予算100万円で抑えたい。こんな抽象的な質問来たら困るで。実際今から聞くと、あ、もうすでに結構出てきたね。もういきなりあのこういう車だったらどうっていうのを早めに、まずね、はい、あ、分かる。実際店舗だったら来てこういうのどうっていうのを見せながら案内できるじゃないですか。選択肢をまず示して、はい、あ、これよく営業であるあるなんですけど、ヒアリング聞かれまくる、めちゃめちゃストレスだね、うん、予算は燃費がいいですか、それとも四角いタイプ丸いタイプがいいですか、色はとかね、はい、質問全部が嫌やからまず見せるっていうのが僕らのスタンスなんで、はい、それをやってる。はい、まさにそれを。なるほど。じゃあ以下の4台がおすすめで、それぞれの特徴を教えてくれてるんや、はい、アウトドアの人気の車、面白いね。最初は70万円のフレアクロスオーバーで SUV タイプ、うん、2つ目はミライスっていうちょっと安いタイプね、うんうんうん、で3つ目はビッツっていうコンパクトカー60万円3万キロね。4つ目がワゴン R 50万円、はい、結構低価格帯が来たんや。この4パターン以外にも12種類の車をここに、うん、すごっ、うわ、おもろ。じゃあ軽自動車がいいな。これも多分実際の在庫を元に出してくれると思うんで、うん、ちょっとだけ時間かかるかもしれないです。広いタイプがいいかなって言われて探すのに10分以上かかる、いや、てか30分がかかるよ、資料、うん、もう来た来た。室内が広い軽自動車おすすめの車をピックアップしたで、タント30万円、スペーシア80万円、 N ワゴン50万円、タント80万円。予算よりちょい低め当ててきてくれてるんやね。そうですね、他の普通車もまあついでに出してきてるんや、はい、実際中野さん営業する時だと、うん、まあ、予算超えたものとかも紹介、うん、お客さんの理想が何なのかっていうのを探っていく上で出したりすると思うんですけど、そこは一応ですね、今はまだできてない。あー、そっかそっか、はい、条件の中で絞るんね。条件の中で絞ってます。これ読めるんやね。はい、この表現結構難しい日本語やん、うん、営業が対応するってなったらそれなりにやっぱり時間がかかる部分もすると思うんですけど、うん、そうやね、うん、うわ、来た。予算を気にせずなるべく新しい軽自動車を紹介する。最新の順に並べたから参考してな。2022年で日産ルークス、タント、あ、でもタント2019年やね。あ、そうですね、ちょっとここアホやね。ちょっとまだアホですね。ちょっと一つ新しいのが入ったけど、はい、最初の100万に引っ張られてるかもね。うん、そうですね、うん、ちょっと予算に引っ張られちゃってるかもしれない。なんと何かあとはいつでも聞いてな。車選びや香川の情報何でも相談のるで、はい、まあ、これ参考にして、じゃあ例えば普通実際購入プロセスかと、ルークスが気になったけど、はい、これ結構変化球だけど
できるかな。ぶっつけ本番なんで、ね、僕もめちゃめちゃドキドキしてますあ、もう出たね。スペーシア、タント、あ、でもアルファードとかも入ってくるよね。まあ、ココアとか、うん、同じようなのくくりが彼にとってどうなのかっていうと、まあ、タント、スペーシア、ホンダ N ワゴン、同じようなの定義が広いね。うん、ちょっと広くなりすぎてるかもしれない、うん、これ絞れるんかな。そう、例えば、うん、ルークス気になりましたって時に、このルークス、うん、文字をパップすると今在庫であるルークスあーが出るんだ。がガーッと出るようになる。これいいじゃん。はい、なんでカタログみたいな感じで使ったり、あとこの日産って文字もタップすると日産の車だけが出るとか。この見方いいかも。今バリカにどういう在庫があるっけっていうのを中野愛作に聞いて出すってこともできます。いいじゃん。だからバーって選択肢を結構散らしてたけど、はい、この車の他の色どうなのって例えば年式で、はい、見比べやすいよね。これ89万円、ちょっと古くて69万円とか、うん、比較しやすいよね。比較しやすいと思います。これは同じ69万円だけど距離5万キロなのか8万キロ、はい、でなんで8万キロでこれ同じなのっていうとカスタムだから、はい、これとかお買い得な気がする。70万円でね、うん、面白いね。あとはこれ詳細を見るやると、うん、日産のバリカダイレクトのサイトに見て、あ、サイトに見れるんだ、はい、もしかしたら今日売れちゃったばっかりのやつかもしれないですね。これ基本的には今売ってる在庫が毎日、あ、ソールドアウトになってるから、はい、スペーシャって打つだけじゃない。いや、スペーシャ打つだけで大丈夫です。スペーシャのとこタップいただくと早、はい、一瞬だった。一瞬ですね。タップするのがいいね、じゃあ。うん、そうですね。タップしてパンパン調べていくのが、ね、一番。これ比較しやすいよね。このちょっと120万円で安いのと、うん、5000キロでちょっと高い150万円とか、はい、カスタムになると99万。これ安いね、カスタム Z。こういう出会いもあるんや。はい、いいやん。今のこれ安かったの。こういう楽しみ方ができると。はい。いろいろできるね。ちょっと最後 SUV だけやっていい？会話にしなくていいかな。俺やっぱり SUV がいいかなとか言わなくていい？言わなくても大丈夫です。じゃあ、はい、あるかなって聞かれた時に、はい、本人だったらどう答えますか。そうやね、 SUV にもよるよねっていうので、うん、例えば気になってる車あるっていう聞くね、うん、例えばこういうって目の前にある車当てるかも。なるほど、うん、これもじゃあ当てようとしてるんや。当て、そうですね、当てに来たわ。この中でどれが好きってことや。こういうのあるけど、ラブ4、ハリア、CX3、ハスラー、ケアもね、ジムニシエラ、うん、おー、ジープラングラー。ジープラングラーいいな。これこれ300万いいじゃん。ちょっと幅を持たせて回答するようになってるんで、うん、過去の会話内容を残してるんで、スペーシアいいって言ってたとか、そういった履歴が残ってるんです。それめちゃくちゃいいかも。文脈からして外してるけど、確かに比較できるから、はい、150万円出すんだったらね。この理由もね、一応書いてくれてるね、はい、そうなんです。これがまあ相談乗ってくれるようになったということですね、はい、これ普通の会話もしてみたいんやけど。普通の会話もできます。唐突にいきなり聞いてみてもいい？はい。うわ、すごい。リセーバイが高いメーカーで以下のメーカーが一般的に評価されています。トヨタ、ランクルやプリウスがいいよと。ホンダ、フィットやシビックなどモデルが特に人気。スバルは四輪駆動の性能が高く、リセールバリも良好。フォレスト、アウトバック人気。うわ、結構やね。レクサス、RX、NX など SUV に合ってるわ。すごいね。この文脈で一つ答えれるかな。これリセール聞いてるって分かるんかな。ちょっとね、むずいね。ドキドキしてますね。ねえ。うわ、さっきの文脈、アルバードはトヨタの高級ミニバンで特徴、高級感あってリセールのことも書いてるから、うん、ちょっと引っ張ってるんだよね。ちゃんと引っ張ってますね。すごいね。会話続けば続くほど、まあ、さっきまで会話してた内容にちょっとやっぱ引っ張られてはいくんで、うん、なるほどね、はい、いや面白。中古車がプレイだと聞いてるんですが、いつ購入するタイミングがいいですかねって聞いてみた。うわー、そう、来てる。需要が高くて価格が上がってる状態やから、購入タイミングのポイント、モデルチェンジの前後、決算やボーナス時期、年末年始、需要が落ち着く時期。まあ結構一般的なリセールのこと、あるのはちょっと特殊やからけど、うん、俺が過去に言ってきたような話を言ってくれてるね、はい、どの車にも通用するようなこと。いいね。ありがとうございます。よかったです。これ相当いいね。しかも俺っぽいし中野さんならではの口調、讃岐弁で話してて、それがみんなに認知されてて、うん、かつ専門性があるっていうのって、うん、なかなかないというか、ないね。他に真似できないことだと思うんですよね。めちゃくちゃいいかも。チャットボットってなんか話しかける気になんないじゃないですか。なんない。なんか中野さんのチャットボットだったら話しかける気になるし、うん、しかも愛作やからね、こいつ、はい、愛作俺より優秀やね疲れんし、誤字少ないし、俺誤字ひどいしね香川県の、はい、ドライブスポットも答えれるの。ドライブスポットも答えられます。デート、ドライブデートにおすすめな場所を教えて。秩父ヶ浜とかかな。ドライブコースとしてはね、行って秩父ヶ浜行くかな、夕日を見に。お、来た来た。あ、なるほどね。直島、アートで有名な直島ね。栗林公園、小豆島、こんぴら山、
カフェ巡り、バディカタカナやるやんこいつやるなちょっとステルスで忍ばしてきてるやんすげえなー、うん、ナイス、いいね。じゃあ東京、はい、ちなみに中野さんだったら東京のドライブデートコースどこ、いや俺全然詳しくないからね、はい、でもなんかあの土日にさ、はい、イチョウ並木のところで車止めて、はい、なんか写真撮ったりしてるの良さそうやな、ね、うん、確かにあの辺りいいですよね。いい、すごいね、はい、お台場コース、みなとみらいコース、東京タワー六本木コース、あ、夜はね、うん、浅草スカイツリーコース、あ、これもいいね、はい、はいはいはい、で、代官山中目コースね、結構何パターンか、すごいね、めちゃくちゃいいやん、よかったです、夜何時間とか、うん、そういう風に絞ってあげてもいい感じの回答してくれます、うん、まあ、愛作は女たらしやからね愛が入ってますからね、あ、やっぱね、みんなに愛されるから、はい、知ってるんじゃない。ちょっと絞ってきたね、レインボーブリッジ、あ、お台場海浜公園って言うんだっけ、はい、よく聞くね、で東京タワー、六本木ヒルズからの展望台からの景色も綺麗なんや、はい、で羽田空港、はい、へえ、これは東京住み慣れてますねこいつ、こいつね、はい、遊んでるね、遊んでますね、愛作、こいつやってんな、はい、結構東京ドライブしまくってる感じがしますねこれはあ、めっちゃ喜んでるやんデートしてください、デートの誘いありがとう、でも僕はバディカダイレクトの中の愛作として皆さんのカーライオースをサポートする役割ないね断り方うまっ嫌な気させんやん、兄ちゃんよりうまいかも、いいやつやね、あ、もう本当に性格は、ね、いいよね、中野さんやっぱベースにしてるんで、はい、じゃあ最後にこれ難しいよ、結構変数が多い変な質問、お、すごい、英語スキルを上げるタイムポイントとしたタイムが苦手な方のアドバイスがいくつか紹介する、これを参考にしてトップセールス目指してな、信頼関係の構築、コミュニケーション能力、成長する姿勢、営業成績を上げるためのポイントと、うん、初対面が苦手な方へのアドバイス、安心感を与える、アイスブレイク、情報収集、うわすげえ、これらのポイントを意識して営業活動を頑張ってな、応援しているで、こいつ優秀やね、優秀ですねへえ、営業のメンターに欲しいですね、ね、すごっ、相当遊べるね、結構ね、だらだら話せちゃう感じです ね、しかもこの会話でこう続ければ続けるほどこの子は学習していくんやろ、はい、この人との会話を、自分との会話を覚えてる、全部覚えてるのよ、俺は全部忘れるから、はい、こいつ忘れるのよ、はい、対策、そうなんです、いやーよかった、すごいね、あと最後に1個機能を紹介すると、うん、このメニューの右下でスタッフに、はい、ああなるほど、繋いでほしい、はい、これを押すと、うん、まあ、ここまでの内容を要約してバリカダイレクトのアカウントに送るためのリンクが出てくるんですね、なるほどね、はい、この挨拶と話した内容を他の営業に引き継げるんや、そうです、営業に引き継ぎからこの URL をタップしてバディカダイレクトアカウントで送してくれて、あ、はい、これ押せばいいのかな、バディカダイレクト相談する、はい、押せば最後の方の会話がトップセールスについての会話だったんで、うん、そこを持ってきてしまってるんですけども、うん、はい、ここはちょっと調整していくポイントではありますね、あ、こっちに飛んだんや、はい、今バディカダイレクトのアカウントに飛んで、あ、ここまで会話した内容、特に直近の会話の内容について、うん、キュッと要約して、うん、こっち側に送れるようにしてくれる、じゃあ、はい、引き継ぎとしては営業成績が上がらないどうすればいいですかっていうのはバディカダイレクトのスタッフに相談するそうなっていますね、バディカダイレクトの営業側に挨拶から来たなって分かるから、はい、この会話終えるんやろ、そうです終えます、中野優作と挨拶も話してたやん、はい、優作が挨拶と話してた内容を例えば小川さんは見れるんやね、はい見れます、あ、こういう車欲しいのね、分かった分かった、であと引き継ぐんや、はい、それめちゃめちゃいいじゃん、はい、24時間365日働いてもらって、ね、そっからの営業につなぐはできるっていう、これ今はちょっと遊びながらやったけど、はい、最初は100万円の車で探していて、はい、どん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 こう軽自動車になったり普通車も行ったり来たりしたけど、はい、どうやら予算をちょっと上げて、はい、まあ、スペーシアとかルークスがいいんかなっていうふうになってきたと、うん、はい、これを見ると、あ、予算も100って最初言ったが、はい、見比べるとちょっといいやつで長く乗ろうかなって気持ちになってきたんかなっていう状態でパスされてるから、はい、2回聞かれるとかがないわけだよね、そうですね、お客さんからすると、はい、でこっちももう聞かなくていいからアイスレイク終わってる感じね、はい、いいね、事前のデモとかなしに今日ぶっつけ本番なんで、ね、うん、めちゃめちゃ緊張してましたけど何のストレスもなかった、よかったね、めちゃくちゃよかったっす、この動画を持って公開でいいかな、はい、大丈夫です、ね、はい、じゃあ今すぐ使えるみたいなんで概要欄に貼っておくんで、貼っておきましょう、 URL 貼っておくんで使ってみてください、はい、楽しんでください、お願いします、はい、よろしくお願いします、史上初じゃないこれ、はい、俺ら多分市場調査かなりしたけど、はい、他社でやってるとこない、ないよね、多分一番先行してると思いますんで、ガチ勢の人たちはいろいろ言いたいことあると思いますが、はい、愛作はね可愛い双子の弟なので改善点があれば僕からきつく言いますので、はいはい、コメント欄にいろんな意見を寄せてみてください、
楽しみやね、はい、楽しみです ね。でも本当にこれができれば、はい、まあ、24時間365日同時に日本人たちの相談に乗れますんで、はい、この相談結果を持って他社さんに言ってもらっても全然大丈夫です、うん、まあ面白がって使ってみてください、はい、今後もねバディカダイレクトとか、まあ、このバディカの今後のこの経営のいろいろねチャレンジのようなことしていきますので、はい、公開していこうと思いますのでぜひともチャンネル登録と、グッドボタンの方よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。